はい。それでは、副賞生活ね、6の1始めます。えー、昨日は、すいません。えー、放送しきれんかったんですけど、なんとか、喋れるようになったんで、やります。はい。おはようございます。ということで、改めまして、朝放送久しぶりですけど、やりますよ。レッツゴはい。それでは、副賞生活、 えー、出走へ行きましょうか。えーと、今日は東京が、東京が、えー、開催ってことで、障害レースがなくなりましたけど、11時から放送予定です放送放送ってか、出走か。うん、了解。わかりました。了解です。はい。で、えー、もう、雪とか降ってますけど、降ってたってか、降ってましたかな。うーん、もう、バば、気にしません。とりあえず、もう、えー、最初でに、まぁ、でいきます。節分ステークス。はい。 はい。えー、二重丸には格上げしましたけど。あ、一番人気ですね。もう、しゃーないですか、これ。うーん、十時三分現在、一番人気。うん、しゃーないですね。しゃーないね、これ。そうか、やっぱ強かったよね。うん。ネット競馬さんの予想というか最初ね、全然やってね、動かんなぁ思ってたんやけど、やっぱね、二、三日前に売れ出したんで、あー、やっぱこいつかと思って。もう、しゃーないね。うん。でしょうね。強いですわ、うん。 恥ずかしいああ、恥ずかしい。7番人気だから紹介したんやけど。恥ずかしいよ、これ。普通に1番人気これ。ああ、恥ずかしい。えー、南半球サンバってことで、1キロまだ半でありますんで、よろしくお願いします。はい、安城カードさん、いいですよ、前奏。ええー、ね。えー、うまいことエスコートしてくれたんで。うん。この、えー、タコノさんとこの、誰でしたっけえーっと、ラテュラスか。波の競馬。えー、期待してますよ、前目行って。ある程度明かり使えるパターンでいっていいと思います。今の東京やったら、えー、もう、前は悪くないと思うんで。はい。 ちょっとうちら違がいいかどうかはちょっとその場を見るとわからんですけどね雨降った影響、雪降った影響かはいちょっとすいませんタイム <laughs> はいすいませんちょっと鼻だらだらしましたはいお待たせしましたえー他はどうでしょうかアンジアルアンルージャンてヒーズ・イン・ラブ・ャブ・テンペリやっぱりこれ人気出るんですね大体いい印通りですねロジックライバーと人気出るかなと思ったけどこの中ではノーと思ってるんでこれまた京都で買いましょうはいしたらごめんなさい、うん で、どうでしょう今からジジじババばが一般投票するわけですけど、これあくまでも今、えー、っと、まあ、10時やったらある程度入ってるんか。でもね、えー、これ何時スタートしたっけな発売スタートしてから基本ネットやったんで、うん。最初の時はね、やっぱりプロとかに変わりとったかして1.1倍とかやったんで、えー、ジじババはこれ投票し出したら多分ね、もうちょっと落ち着くと思うんでね、さすがに、うん。ちょっとあの、競馬新聞とか見てないですけどね、競馬イトとかね、えー、あと競馬ブックか。ちょっと見てないんですけど、お知るしね。 どううでしょうもうちょっと続くと思うんですけど、このもまですかうーん、もうちょっと映くかな。副賞ちなみに何倍 ?1 万円買いましたけども。あ、1.2か。あっちゃっぱーあっちゃっぱーやこれ !1.2 はいらんな。<laughs> 1.2増えたところ何も面白ないね、これ。うわー、もう1.5は欲しいね、これ。1.2で放送はしたくなかったの、これ。あっちゃっぱ。あっちゃっパーやこれ。うーん。 うんー、これアーチャパンやな。C いて言うならアルジャンテとかで復唱した方が面白かったね、これ。あはははもうこうだしな。アチャチャパン。アチャチャパやこれ。アチャチャパンやこれ。はい、すいません。どうしましょうか。うんー、他言うことあります南半球3番、高野さん、どこえー、独自の調教。はい。あと、吉田明美さんが今年絶好調。楽しい。はい。はいはいはい。こんなもんですか。言うことないと思いますよ。一応レース見ときましょうか。どこ見ましょう。えー。 新馬戦強い内容だったんでね。まあ、新馬戦しかも安示ホ掘って買ってるんでね。うん、一応見ときましょうか。勝ちパターン3試合見ときましょうか。はい。どうぞ。フィアノ・ロマーロさんですね。はい、はい、はいはいはい。ま、あ勝った相手がどうのコーのとかじゃなくって。えー、5番ですか。はい。えー、2番手追走。折り合いも上手いですね。えー、はいはいはい。もう、馬なりに行ってる感じなんでね。全然 OK ですね、これね。はい。 うん、あもう、並んだ瞬間、もう、並んだ瞬間に、もう、直線でもう、あららららら、お上手。あ、もう、無理。あ、これいいですかもう、カットでいいです、これ。あれあれあれもう、これ、これ、別に3項目ともない、これ。うん、新馬戦見る必要なかったですね。もう、お上手。はい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 。余裕です。ありがとうございました。これ見る必要なかったですね。えー、その後、2回チッティした後ですね。あやめ賞、えー、さ、さなえ賞か。はい。 ここですかまあ、ここ、そんな大した内容じゃないんですけど、北村祐一さん。えー、北村祐一さんやからといって舐めてはいけません。福島、小倉、特に小倉ですね。小回りの競馬、非常にうまいです。特に内訳いたとき、はい、内訳3番ですね。はい、人気も出てますけど、うん、うまい。はい、スタート、えー、悪くなかったん、ね、で、しかもそのままちょっと出していきますね。う,ん、うまいですね。やっぱ北村祐一さんうまいですよ。はい、はい、はい。ある程度前出しに行きますと。うん。で、まあ、外から来るは逃げるも分かっとるんで、まあ、折り合いつきますと、ここでううん。 で、基本宇宙打ちロスの具もあって、最後に逃げた馬の外を出すと。はい。これがこの馬の、はい。いいとこですね。はい。いいとこいいとこなんかなはい。北村さん、この競馬が非常に上手いですね。うん。小回り。えー、どこで仕掛けるか非常に良かったおります。うん。上手いですね。はい。これ、ちなみにあれかな後ろからさやって来られたのかなこれ。えー、どうでしたっけ前の運がを捉えるところに16番が打ち掛けたりする。これ危ないですね。これ。危ないですねこ。すねこれ。危ないね。 うーん、あわいわいが、あわい負けたかと思ったんですけど、まあ勝ちましたシングラリティ相手なんでね、シングラリティまあまあ強いんで頑張ったでしょう。はい。で、前奏ですね。はい。えー、エンバール。えー、さあ、参りましたね。ロは今この後ちょっと買っとるんで、えフロックじゃなかったと。エンバールも強いもんだんで、フロックじゃないと。はい。もう一回見ておきましょうはい。内訳の5番ですね。はい。えー、スタート。そんなよろしくないです。うん。 はい、青棒、スタートそんなに、そこまでよし、まあまあ、悪い方かな。はい。まあ一応押していくって形で、一応2番手ぐらいついそうですか。まあ2、3番手ですね。はいはい。まあ、スタートそんな悪くなかったか。はい。どうぞどうぞ言ってください。うん。いいですよ。いいですよ。はい。もういいですよ。4番手、5番手ぐらいもいますけど。うん。で、まあ、福島、えー、小回り、えー、一応適正見せました。見せたかなうん、まあ、見せたんですけど、どっちかっていうと直線長い方が、えー、向く馬なんでね。 はい、はい。今回の東京は非常に合うと思いますね。うん、うん、うん、うん。えー、この阪神でワンターン勝てるなら、まあまあ東京でも悪くないと思いますわ。まあ左回りとか色々、えーね、で、未知数の分あるんですけど、うん。逃げたピンク2頭の後ろに、えー、3番がおって、その後ろにいるんですかね。そうですね。はい。4番手ぐらい追走してますね。4コーナー回った時には3番手ぐらいですか。はい、はい。全然十分折りってますね。はい。 まあ、逃げた2頭はもうね、へばる。まあ、うち1頭ですけどヘへばって12番が残るわけですけど、抜け出してからもふわふわしませんね。ここら辺ね、競走馬、えー、ね、よくバタイナラメントアカウントとか遊ぶのもいますけど、えー、これも特にね、単独になったところでね、なんか切り抜くとこないなぁと思って、ね、改めて強いと思いましたね。うん、抜け出してからもふわふわしてませんと思います、私。うん、ふわふわしてませんと思います。うん、抜けてからもしっかり走ると思います、これ。うん。いいでしょうね。うん。 ちょっとね、やっぱね、えー、バタ合わせんと、発揮しないままとかね、やっぱおるんで、それ比べると、えー、こんだけ、えー、ね、バタイ離して、競馬できるのはいいと思いますよ。うん。強いですね。うん。はい。こんなもんです。特に言うことないです。あ、すいません。ちょっともう一回だけごめんなさい。ちょっとやばいですね。はい。すいません。あれ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 あちょっと待ってくださいね。んがー。これ、今夜まで俺回復するんか、これ。今夜まで回復するんか、俺、これ。頼むで、これ。今夜、肉重症あるな、ね、これ。 あ、しんど。は終わった。はい。で、まあ、えー、もともとこの前選んだ理由っていうか、もともとね、この日が2月3日の土曜日で節分や豆巻きや言うてて、ちょっと節分ステークス重なるやんけ、ってことで紹介したんで、はい。まあ、飛んでもいいです。あかんね飛んだらあかんけど、はい。ちょっとね、中教みたいに、えーね、前もって言うね、狙い撃ちしてたレースじゃないんで、はい。ある意味衝動に近いんで、まあ、それでもフィアノロマロさん頑張ってください。うん。いいでしょう。 多分、競馬新聞のスピード値も多分1位出てると思いますが。がこれちょっと、この舞台に向けてのスピード値か分かりませんけど、多分スピード値、ええー、と思います。能力あると思います。あ、間違いなく。うん。はい、ということで、えー、今回は、節分ステークスのフィアノロマールでいきたいと思います。はい、ということで、副賞生活は、えー、今回、初始貫徹ですね。また、節、え、分、ー、ステークス、はい、フィアノロマールでいきたいと思います。ちょっと人気出てますけどね。まあ、多分一番人気になりそうなんですけど、頑張ってくださいはい。 はい。ということで、副賞生活は以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。